はい。みなさん、こんにちは。TOEIC 対策、盲牛チャンネルの盲牛先生です、えー。今回もですね、教育700点レベルの単語を10個見ていきます。それでは早速ですね、10単語の意味わかるかなーって確認していきましょう。では、いきます。Re ward, reward, reward.propose, propose.represent, propose, represent.representative, representative.benefit, benefit.detergent, detergent.wage, wage.approve, approve. approve. pharmacy。はいどうでしょうか10単語ね意味分かりましたかね、えー、今回はこの10単語を例文の中で確認をしていきますそれでは早速始めていきます1単語目はこれですね Re ward. Re ward. はいこの単語の意味分かるでしょうか、えー、例文の中で確認していくんですが、えー、まず最初にですね例文音声を2回流しますのでその中で、えー、とこの、えー、と単語の意味と例文の意味ね両方分かるかなって確認してみてくださいそれではですね音声を流していきます Ms Henderson won a trip to Hawaii as a reward for winning the contest. Ms Henderson won a trip to Hawaii as a reward for winning the contest. はい、この reward っていうのはですね、報酬とか、まあ、ご褒美とか、報い、何かに対する報いっていう意味がありますね。で、文を見ていくと、miss Henderson won a trip to Hawaii. え Henderson、ー、さんは、ハワイへの旅行を獲得しましたですね。as a reward, えっと、報酬、まあ、ご褒美として、for winning the contest, コンテストを勝ったこと、まあ、勝つっていうか、コンテストで優勝したことぐらいですね。まあ、なので、Henderson さんは、コンテスト優勝のご褒美として、ハワイ旅行を獲得しましたという意味になります。 Miss Henderson won a trip to Hawaii as a reward for winning the contest. Propose. Propose. Miss Young proposed a new rewards program to help boost customer loyalty, which was well received by the board. Miss Young proposed a new rewards program to help boost customer loyalty, which was well received by the board. はい、この propose っていうのはですね、提案するっていう意味ですね。まあ、なので、m ズ s ン y ロポ n g p r o p o s e d さんは、えっ、ー、と、提案しましたよ。a new rewards program. えっ、ー、と、新しいリ e ー a プログラムをってことなんですが、このリ e ー a は、まあ、さっき見たように、えっ、ー、と、報酬ってことなんですけど、えっ、ー、と、rewards program ってよく、あの、言われる言い方で、日本語で言うと、あの、なんか、ポイントが溜まっていくような、ポイントカードみたいな、なんか、お客さんが買い物するごとになんかポイントが貯めれる、ご褒美としてポイントが溜まっていくようなプログラムのことでね、えっ、ー、と、よくこの単語出てきますね。 で、その後、to help boost customer loyalty ってあるんですけど、これは、えっと、助けるためになんですけど、boost、えっと、高めることを助けるためにですね、customer loyalty、えっと、お客さんの誠実さをってことなんですけど、この loyalty っていうのの、えっと、形容詞形で loyal っていう言い方があります。この loyal っていうのは誠実なっていう言い方ですね。なので、loyal customer っていうと、誠実なお客さんっていう、まあ、直訳するとそうなるんですけど、日本語で言うと、ま、得意客とか、常連客とか、お得意さんぐらいの感じですね。この表現も一緒に覚えておくといいかなと思います。 まなので、この to help boost customer loyalty っていうのは、お客さんの店に対する誠実さを高める手助けになるようにって、ま、そんな言い方ですね。はい。で、えっと、コンマがあって、which was well received by the board。board っていうのは取締役会なんで、えっと、取締役会によってよく受け入れられましたよってことですね。この which っていうのは、ま、この、やんさんが提案したこのプログラムのことですね。まあ、なので、 ヤンさんは顧客ロイヤルティを高めるのに役立つ新しい報酬プログラムを提案しましたが、これは取締役会から好評でしたという意味になります。そうですね。日本語でも今、ロイヤルティって多分言いますね。はい。Loyalty, well、はい。OK でしょうか。ではですね、次の単語に行きます。3つ目の単語はこれです。Represent。Represent。はい、この単語の意味ね、わかりますかね。例文の中で確認をしていきます。 dr wynne was chosen to represent our hospital at this year's medical symposium dr wynne was chosen to represent our hospital at this year's medical symposium はい。この represent っていうのはですね、えー、代表するっていう意味がありますね。あとは代表として出席するっていう文脈でも使われることがあります。この文の場合はそうですね。で、えっと、文の意味を見ていくと Dr. w i n n was chosen、えっと、Dr. w ウィ n は選ばれましたよ。to represent 代表するのに、our hospital、私たちの病院を At this year's medical symposium、えっと、今年の医療をシンポジウムでってことですね。まあ、なので、w ィ n n 氏は今年の医療シンポジウムに当病院の代表として出る役に選ばれました。くらいの意味になります。 Dr. Wynne was chosen to represent our hospital at this year's medical symposium. Representative. Representative. To be a successful sales representative, you must be able to perform well in a high-pressure environment. To be a successful sales representative, you must be able to perform well in a high-pressure environment. はい、この representative レレっていうのはですね、担当者とかはもちろん、あのレ、represent が代表するっていう意味だったので、代理人っていう意味があります。 で、この文でもそうなんですけど、sales representative っていう言い方はよくありますね。これ営業担当者のことですね。まあ、販売担当者とか営業担当者のことです。で、これはですね、えっ、ー、と、セールス、まあ、営業において会社を代表してる人物ですよ、みたいな感じで、えっ、ー、と、覚えておくといいかなと思いますね。えっ、ー、と、sales representative すごくよく出てきます。営業担当者ですね。で、文の意味を見ていくと、to be a successful sales representative えっ、ー、と、成功した、えー、と営業担当者になるためには、you must be able to あなたはできなくちゃいけませんよ。perform well えっ、ー、と、p e r f o r m ここでは仕事と 仕事をよくできなきゃいけませんよ。In a high pressure environment,、えっと、プレッシャーがすごい高まっている、えっと、環境の中でってことですね。ね、まあ、なので営業担当者として成功するにはプレッシャーのかかる環境でもうまく業務を行えなければいけません。くらいの意味になります。To be a successful sales representative, you must be able to perform well in a high pressure environment. はい、OK でしょうか。ではですね、えっと、前半最後の単語いきます。えー、5つ目はこれですね。Benefit Benefit. Exercising regularly can benefit both physical and mental health. Exercising regularly can benefit both physical and mental health. はい、この benefit っていうのは、えっ、ー、と、動詞でですね、役に立つとかためになるっていう意味です。まあ、特に多動詞、えっ、ー、と、直後に、えっ、ー、と、目的語が来るとこういう意味になりますね。えっ、ー、と、つまり、a benefits b だったら、a は b の役に立つっていう、ま、あこんな感じで使われます。えっ、ー、と、この文だとそうなっています。で、えっ、ー、と、もう一つですね、実は benefit には意味というか、まあ、使い方があって、えっ、ー、と、自動詞の場合ですね、a benefits from b こんな感じで使われるんですけど、まあ、from がつくと、今度これ、なんか立場が逆になって、a は benefit しますよ、えっ、ー、と、b からってことなんで、a は b から、 から恩恵を受けますよっていう、まあそういう意味としても使われます。 これ、こういうふうに直後に、えっと、名詞も目的語が来るのか、それとも、from を挟むのかで意味が逆になるのでね、えっと、注意しましょうっていう感じなんですが、それを踏まえてですね、文の意味を見ていくと、Exercising regularly、えっと、定期的にエクササイズすることは、can benefit、benefit できますよ、both physical and mental health。ここでは、えっと、r o m がないですね。まあ、なので役に立つっていう意味なんですけど、えっと、両方ですね、physical えっと、肉体的なとか物理的なっていう意味がありますが、ここでは肉体的なですね、肉体的そしてメンタル、精神的な健康の、え、ー 役にに立ままますすす、まあ、すよよよたなりり利益がああっていうううことですねあそうそうベネフィットには、名して利益とか利点っていう意味もありますので、ね、まあ、そっちの方がよくご存知かなと思うんですけど、こういう,うにえっにどうして使われることもあります。まあ、なので、もう一回分の意味を言うと、定期的に運動することは肉体的健康と精神的健康にいい影響を与えますくらいの意味になります。Exercising regularly can benefit both physical and mental health。はい、これで前半は終わりましたね。 はいそれではですね後半も頑張っていきましょう、A、6つ目の単語はこれですはいこの単語の意味知っているでしょうか、A、例文の中で確認をしていきましょう even in cold water our new detergent can remove the toughest stainseven in cold water our new detergent can remove the toughest stains はいこのっていうのはですね洗剤っていう意味がありますで、A、文の意味を見ていくと even in cold water えっと冷たい水の中でさえ are new detergent 私たちのまあ当社のですかね当社のえっ、ー、と新しい洗剤は can remove 取り除くことができますよ the toughest stains えー、このタフっていうのは頑丈のとか困難ななんですけどでステインっていうのがシミとか汚れなんでまあ頑丈な汚れってことでまあ頑固な汚れぐらいなんですけどここあの最上級になってますねまあ、なってるんですけどこれ実はあの特に何かの中で一番っていう感じではなくてまあいろいろある中でその中でもあの最上級にまあ最上級グループの の中に属するぐらいの感じで結構漠然と、まあ、かなり頑固なみたいなそんな感じで使われてますね。なので感覚としては、むっちゃタフなステインっていうふうに、まあ、そういうふうな感じで言ってるような感じだと思っていただければいいかなと思いますが、えっと分の意味をもう一回確認すると、冷たい水でも当初の新しい洗剤は頑固な汚れを落とすことができますくらいの意味になります。Water, はい、OK でしょうか。ではですね、7つ目の単語をいきます。7つ目はこれです。Wage。Wage。 はい、この単語の意味わかるでしょうか、えー、これもね、例文の音声聞きながら考えてみましょう。では行きます。 はい。この wage っていうのはですね、賃金っていう意味ですね。これと似た表現で、pay とか salary まあこれも給料、まあ全部給料ですね。はい。pay とか salary っていうのもね、パッと一緒に覚えておくといいかなと思います。まあ、pay とか salary ぐらいはね、見たらわかると思いますけどね。はい。wage は賃金です。でえ、文の意味としては、the employees were excited to hear that, えっと、e m p たち、まあ従業員たちはざっといかなことを聞いて、えっと、興奮、ワクワクしましたようですね。there would be a wage increase えっと、wage increase で、えっと、賃金の上げることなんで、まあ、賃上げですね。 賃上げがあると聞いてってことですね。NEXT QUARTER。次の四半期にってことなので、次の四半期では賃金が上がると聞いて、従業員は喜びましたという意味になります。The employees were excited to hear that there would be a wage increase next quarter. はい、OK でしょうか。では残り3単語ですね。8つ目の単語はこれです。Approve.Approve。はい、この単語の意味ね、わかるでしょうか。例文の中で確認をしていきましょう。 i was surprised to hear that my request for time off was approved because we were so busy i was surprised to hear that my request for time off was approved because we were so busy はい、この approve っていうのはですね、えっ、ー、と、承認するっていう意味があります。ちなみに、これが名詞になると、approveval っていう風になりますね。承認です。approveval が、えっ、ー、と、名詞で承認。approve は、えっ、ー、と、承認するっていう動詞です。えー、で、文を見ていくと、I was surprised to hear that. えっと、ざっと以下のことを聞いて私は驚きましたよ。my request for a time off was, えっと、私の、えっ、ー、と、time off ってのは休暇ですね。休暇のリクエストまあ、申請とかですよね。申請は、was approved えと承認されました。Because because we were so busy、えー、というのも私たちはとっても忙しかったからですってことなんですがあこれ今変な感じになったんですけど要するに私たちは非常に忙しかったんで休暇の申請が承認されたと聞いて驚きましたってことですねあの忙しかったから驚いたっていうことですねはい。I was surprised to hear that my request for time off was approved because we were so busy はい OK でしょうかではですね次の単語に行きますえここの爪はこれです visible visible Nothing was visible from the top of the mountain because it was such a cloudy day. Nothing was visible from the top of the mountain because it was such a cloudy day. はい、この visible っていうのはですね、見えるっていう意味です。なんかビジョンとかとつながってますよね、これね。と、あと、イブルっていう、なんだ、できるっていうのがつながってるから、visible 見えるってことですね。えっ、ー、と、nothing was visible えと何も見えませんでしたよ、from the top of the mountain えと山の、えー、と山頂からですね。because っていうのも、it was such a cloudy day、えー、すごく曇った日だったからってことですね。cloudy 曇りのってことですね。まあ、なので、とても曇った日だったので、山頂からは何も見えませんでしたという意味 Nothing was visible from the top of the mountain because it was such a cloudy day. Pharmacy Pharmacy: I need to stop by the pharmacy on the way home to get some cold medicine. I need to stop by the pharmacy on the way home to get some cold medicine. 局っていう意味がありますちなみにこれと一緒に覚えておきたいのが、ファーマシストっていう、えー、と表現というか、まあ、単語ですね。これは薬剤師さんのことです。ファーマシストが、えー、と薬剤師で、ファーマシーが薬局ですね。で、えー、と文を見ていくと、I need to stop by. ストップバイは立ち寄るですね。私は立ち寄る必要がありますよ。The pharmacy、えー、と薬局に、on the way home これは家への、えー、と途中でってことですね。まあ、帰る途中でです。to get some cold medicine、まあ、風邪薬を得るためにってことなので、 家に帰る途中で薬局によって風邪薬を買う必要がありますくらいの意味になります。はい、これで10単語全部終わりましたね。えー、お疲れ様でした。今回もね、10単語全部わかったでしょうかあと例文ですね。ちょっと例文難しいのもありましたかね。はい、えー、と、難しかったなと感じたらぜひですね、えー、と、動画を巻き戻して、えー、と、もう一回ね、えー、と、何度か、えー、と、例文読んでみるといいかなと思います。 それでは今回は以上になるんですが、最後にお知らせです。えー、僕は現在、えー、と、猛牛先生のメルマガっていうメールマガジンを配信しています。これはですね、もっとリーディング力を上げたいよっていう方向けに僕が配信しているもので、えっ、ー、と、月に2回ですね、英語の長文を取り上げて解説動画を、えー、と配信しています。えー、興味がある方はこの動画の概要欄にリンク貼ってますので見てみてください。それでは今回の動画は以上になります。今回の動画が役に立ったよっていう方は、えっ、ー、と、いいねボタンなどね、押していただけますと幸いです。それでは引き続き、英語学習を頑張っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。